リトアニアの民族市場の地方区分。赤色の部分がアウクシュタイティア地方である。アウクシュタイティアはリトアニアに5つある民族市場の地方の一つ。現在のリトアニア北東部にあたる。アウクシュタイティアの景観アウクシュタイティア地方はリトアニア北東部にあたり、その他にラトビアやベラルーシも一部含む。最大の都市は10万人以上の人口がある。 パネベジースである。アウクシュタイティア地方の東部には湖が多い。歴史的にアウクシュタイティア地方は13世紀からリトアニア大公国と一致してきた。その事実上の首都はおそらくケルナベであった。1322年のギャディミナスの条約でアウクシュタイティアはテラエウストイテンと名付けられた。アウクシュタイティア地方は1326年頃に書かれた年代記。 クロニクンテラエプルシアではアウステキアと記載された。政治的には13世紀終わりからビリニュス公国、そしてトラカイ公国の一部を構成していた。15世紀からトラカイ県とビリニュス県がアウクシュタイティア地方に相当した。これは政治的、民族的基盤による統合でリトアニアプロプリアとしても知られた。住民のほとんどが リトアニア語のアウクシュタイティア方言を話す。新たな方言の分類の下で、リトアニア語は二つの方言、アウクシュタイティア方言とジェマイティア方言とに分けられた。その他の、かつての方言は、解放言に分類された。スドビア方言とズーキア方言も現在アウクシュタイティア方言の解放言とみなされている。特にアウクシュタイティアで、解放言が話されるのは、 アウクシュタイティア東部である。アウクシュタイティア東部には少数民族としてのロシア人とベラルーシ人が暮らしており、そこでの方言はロシア語、ベラルーシ語からの外来語が用いられている。しかし、方言の使用はリトアニアでは全般的に減少している。アール・リンクナスがデザインしたアウクシュタイティアの旗と紋章は2007年3月より公式に用いられている。 ありがとうございます。